はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、埼玉県の久喜市に来ております。というのも、僕のね、動画でも以前からお世話になっておりますみつばさんという濃厚系のつけ麺だったりとか、あとはね、僕の動画でも人生で一番辛かったとお話しさせていただいた激辛系のね、ラーメンなんかもいただいたりしたお店なんですけれども、そちらのお店がですね、こちらの久喜駅の方に二郎系の専門店をオープンいたしました。正直ね、ちょっと前ではあるんですけれども、そろそろね、まあ、オープン後のこの忙しい感じも落ち着いたかなと思って、本日はね、ちょっと期間を空けて来店させていただきました。で、もともとね、みつばさんでは、まあ、クローバーという限定営業、まあ、これもね、二郎系だったんですけれども、そういった営業もされてたので、もともとね、この二郎系のノウハウめちゃくちゃあるお店なんですよ。で、その限定がね、まあ、店舗据え置きになった時にどれだけ進化しているのか、本日はね、ちょっと調査してこようと思います。ということで、ただいまね、お店の前着きました。今僕の後ろに見えておりますのがクローバーさんでございます。クローバーさんはね、上の方には居酒屋さんとかいろいろ入っているビルなんですけども、そちらね、1階にありまして、今日ね、日曜日なんですけど、お客さんめちゃめちゃ入ってます。まあ、正直、撮影のね、1時間近く前に目の前のね、駐車場に車止めてたんですけど、ずっとね、お客さん出入りしてる。それぐらいね、人気店で、もうね、僕もめちゃめちゃお腹が空いてますんで、早速ね、店内の方に入っていきたいと思います。ということで、ただいまね、店内の方に入っておりまして、すでに1杯目到着しておりますが、本日はね、3杯ほどいただく予定となっております。で、まずね、こちら1杯目にいただくのがラーメンの並でございますね。で、このクローバーさんね、注文する際にトッピング等に関しては、こう野菜とかなんだとかっていうのはトッピング表があって、まあ、丸をつけて提出する形なので、食券をね、提出する際にそちらのね、紙も一緒にお渡しください。今回はね、もう全部普通、野菜も油もニンニクもいただきました。ということで、早速ね、いただきます。ちょっとスープからいただきます。あ、うまっ。これね、スープ自体ね、かなり乳化タイプで、こうどっしりとした味なんだけど、生姜のね、風味が効いてるんで、後味がね、爽やかなんですよ。で、この辺りがどんどんね、ちょっとスープ飲みたくなる。ちょっと上の具材からいただいちゃいましょうか。まあ、野菜はこんな感じだね。多分ね、まあ、シャキ系だと思う。あ、うまいわ。これ麺いきますか。麺、これよ、この麺めちゃめちゃうまそうだけど、うん、この麺かなりうまいぞ。うん、もうね、麺の中心はいわゆる二郎系の麺みたいにごわっとわしっとした食感はあるんだけど、表面がね、この小麦粉らしいちょっとね、柔らかい感じになってて、そこがね、すごく風味よくて、めちゃめちゃスープに合います。あ、この豚もいっちゃいましょう。ちょっとね、この豚見てほしいんですけど、これよ、1枚の厚み、とんでもない。間違いなくね、普通のお店だったら2枚分ですね。ちょっといただきます。チャーシューうま、肉めっちゃうまいですね、これめっちゃうまい。腕肉って言って赤身の部分なんだけど、脂感もしっかり残ってて、旨味はね、かなり詰まっております。赤身なんだけどね、全くパサつきなくてめちゃめちゃうまいです。うん、これはうまいわ。で、卓上には唐辛子とブラックブラックペッパーにラーメンのタレですね、こちらの3種類がありまして、今回もね、こちらのお決まりの生卵を注文してありますんで、これをドバッとかけまして、いい、ここにね、麺をつけるわけですよ。うまそう。もうこんな感じでございます。しっかり卵絡んでめちゃくちゃうまそう。いただきます。うまっ。このどしっとしたスープにこの生卵が絡むと、もちろんまろやかさは増すんですけど、なんかね、不思議と軽やかさが出てきて、いい味変でございます。うん、うまっ。
うん、またやっぱり唐辛子が合うね。二郎系のね、漬け卵に個人的にはね、この唐辛子必須かなと思ってます。普段ね、デカ盛りの撮影だと茹でる前で麺量 1.5 キロとか食べるから、美味しい二郎系が300だと一瞬でなくなっちゃいますね。まあでもね、並サイズが一番美味しいから。ということで、まずはじめにこちらの一杯目でございますね。ラーメン、きれいに完食させていただきました。ごちそうさまでした。ということで、ただいまね、2杯目到着いたしました。2杯目はこちらでございます。今回はね、混ぜそばを大で注文させていただきました。で、ね、ちょっと見てほしいんですけど、この二郎系の混ぜそばには珍しい、これね、マヨネーズがエビ風味マヨネーズだそうです。このあたりの相性とかも気になるところなんで、早速でございますが、いただきます。混ぜそばなんで、一気にね、すべての具材あえていきましょう。はい、こちらも卵黄をバッといきまして、ちょっとね、これ混ぜ合わせると反則的なビジュアルですね。めちゃめちゃもううまそうなんだけど、いただきます。あー、これ好き。エビ風味のマヨネーズといっても、そんなに強いわけじゃなくて程よい感じ。トッピングはね、基本的にあのフライドオニオンとかガッツリ系がいっぱい入ってるんですけど、エビの風味で重すぎないというか、いい感じにね、まとまってるんですよ。そしたらね、ちょっとこの辺りで券売機におすすめと書いてありましたカレー粉のトッピング頼ませていただいたんで、これもちょっと味変で入れていこうかなと。で、これカレー粉注文する際は入れることもできるし、別皿提供もできるってことなんで、まあ、その辺りのね、注文の際にご確認ください。カレー粉めちゃめちゃ合いますね。めちゃめちゃ美味しいですね。エビマヨの風味と相まってタイカレーっぽくなるというか、なんか普通のカレー粉じゃない感じがして、めちゃめちゃうまいですね。動画見てる皆様、これ絶対にね、カレートッピング追加ですることをお勧めいたします。いやー、ちょっとこれカレー粉多めでいいね。本当ね、これカレー粉混ぜるだけでカレー混ぜそばっていう別のメニューにして販売してもいいぐらい完成されたうまさになる。結構ね、別物ですよ。もともとの混ぜそばが二郎系の混ぜそばなんですけど、塩分がね、強すぎないんでカレー粉入れてもちょうどいいんですよ。だからね、この最後残った汁にご飯入れたいっていうよりかは、パンに塗って食べたいかも。ちょっとね、本当にこれは皆さんに食べてほしいですね。これちょっとね、チャーシューもこれしっかりこの汁にディップして、うまい。ということで、大もね、2杯目にいただきました混ぜそばの大も完食させていただきました。ごちそうさまです。ということで、3杯目にいただきますのがつけ麺でございます。見た目こんな感じでございまして、まだね、こちらのつけ麺は製品化されてなくて、今回ね、僕がいただくのは試作でございます。実際に販売になる場合には若干ね、内容とかが変わる場合があると思いますので、その点はあらかじめご了承ください。まあね、夏場なんでね、これつけ麺ぴったりだと思いますんで、ちょっと早速ね、いただきます。
ひとまずこちらの締めてある麺からいただきます。やっぱ改めてね、こうやってつけ麺みたいに何もつけずにね麺食べてみると、お店の麺の美味しさが改めてわかる。やっぱうまい。ちょっとつけ汁もつける前に一口飲ませていただきます。ラーメンと全然違う。これね、見ての通りね、これ鰹節とこれ魚粉になるのかな。ちょっと混ぜさせていただいて、よいしょ。もうね、今ね、事前にスープも飲んで麺も食べて、美味しいことは絶対確定なんで。ちょっとね、いただきます。うまっ。これね、スープの方に多分ね、酸味とか、あとこの油感が増してて、どっちかっていうと二郎系って感じよりもちょっとですね、中華によって感じのタイプですね。そしたらこれ、ニンニクと油に生姜も合わせまして、ほんのりとした酸味あるんで、これはね、生姜マスとかも、春夏の新メニューっぽくてめっちゃいいっすわ。でこれちょっと思ったのが、これね、卓上のブラックペッパーが一番合うと思うんですよ。これ絶対うまいもんな。うまっ。ありがとうございます。今ね、じゃあ味変アイテムということで辛味噌いただきました。これちょっとね、カメラ越しで伝わるかわかんないんだけど、辛味噌でございますね。よっ。辛味噌美味しい。これ美味しい。やっぱりね、辛味噌入れると辛味が加わるのはもちろんなんですけど、醤油だけじゃなくて味噌のコクもね増されるんで、味わい深さがね増します。うまい。このメニューはこれからの春とか夏にかけて、あったかい時期に向けて出している新商品だと思うんで、気温が高い時のつけ麺絶対うまいと思うんですよね。これは多分人気出ると思う。そしたらこちらの具材がラストですね。めちゃめちゃうまかったです。ごちそうさまでした。ということで本日はですね、クローバーさんでラーメン、混ぜそば、これからね出される予定でありますつけ麺の試作もいただいてきましたが、3杯ともねめちゃめちゃうまかったです。いわゆる二郎系の土乳化系のスープとかが好きな方はもう 100% 好きだと思いますし、で混ぜそばも正直めちゃくちゃ感動しました。つけ麺もね、もう試作の時点でものすごく美味しいんで、これがね商品開発して正式に出るってことを考えたら楽しみで仕方がないかもしれない。ここまでね3品ちょっと褒めちゃうと、皆さんが来た時にどれ頼もうかとか悩まれると思うんですけれども、ぜひね1回のみならず何回もねこちらのクローバーさん来てもらって、気になるメニューを全制覇してもらいたいと思います。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画と思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いいたします。じゃあね。